ビッグパレット福島。JR 東北本線と県道17号の間に立地する。ビッグパレット福島は福島県郡山市にある多目的ホール。正式名称は福島県産業交流館。公益財団法人福島県産業振興センターにより運営されている。日本市をはじめ、会議、研修、スポーツ工業。 コンサート、同人誌即売会など様々なイベントで使用されている。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、同施設内に福島県内最大の収容避難所が設けられ、一時は2500人もの避難者が入所していた。その後、県内各地に仮設住宅が整備されたことから、同年8月31日に閉所した。 避難者内の情報を発信するため、一時期、小田がい様、ま、FM というミニ FM 局が開局された。震災の被害により、2011年3月12日から閉館となっていたが、2012年6月から一部の業務が再開し始め、同年11月にはすべての業務が再開した。2013年9月2日、 2004年6月から2013年6月までの9年間に、わたり、1回コンベンションホールを利用した81団体218件のイベントについて、本来は支払う、必要のない電気料金2759,680円を誤って請求していたことが明らかになった。当館では、対象となる団体に謝罪、法定利息の年利5%を上積みして返納。 利息は約74万円に上り、当館の施設利用収入から払われた。2020年4月18日から5月31日の期間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館した。